シェアストーク。皆さんこんにちは、こんばんは。イラストレーターの有吉かな子です。今日はね、いきなり最初からイラストレーターの有吉かな子ですって自分から言い始めたんですけど、まあ、ちょっと訳があって、今緊急で動画を回しています。言ってみたかったやつ。そうだな、私のことを少しでも知ってもらうような、まあ、自己紹介動画も兼ねて、ちょっと自分のお仕事の、お知らせをさせていただきたいなと思ってます。なんか回りくどい言い方でごめんなさい、脚本とか全然ないのでアドリブが下手なんですけど、ここが私のお部屋なんですけど、ここが作業机。実は前回の動画でクリスマスマーケットに行ったじゃないですか。で、まあ、の極寒の中でカメラを回してて、翌日風邪をひいてしまいまして、なんか翌日っていうか帰ってからすぐ夜かな、ちょっとなんか喉がなんかなーみたいな。私はもう絶対喉から調子おかしくなるタイプだから、喉がおかしくなった時点で、あ、これは来るぞみたいな思ってたんですけど、完全に来まして、翌日だから私の誕生日の日はなんと39度一部まで熱が上がりました。誕生日に39度、おめでたい。何が今金曜日なんですけど、12月1日金曜日なんですけど、もうすっかりなんか疲れ切ってます。この1週間が、その火曜の誕生日からの1週間、私なんかすんごい何もしないなみたいな、もう全然仕事も進められなくて、はい、ようやく元気になってきましたというところで動画を撮ってます。実はですね、今回のそのお知らせというのが、商品のお知らせなんですね。で、何の商品かっていうと、子供向けのプロダクトに私がイラストレーションで関わらせていただきましたっていうお話です。で、その製品っていうのはおままごとのタペストリーなんですね。で、おままごとのタペストリーって何っていう感じだと思うんですけど、今回は八百屋さんっていうのをテーマに製品を作りました。どうしよう、こんな感じで見えますかね、じゃんとかやって、イラストの入ったタペストリーを壁にかけるだけで、一気にそのおままごとが盛り上がるという、盛り上がること間違いなしという、そういった、商品になっています。で、しかも壁にかけるだけなのでかさばらない。よくおままごとキッチンとか ご家庭にあるよっていうお家も多いと思うんですけど、おままごとキッチンって結構場所を取るし、例えばアパートに暮らしている方だったりとか、あんまりスペースがないっていうお家とかでも、このタペストリーだったら本当に壁にかけておくだけなので、で、片付ける時もくるくるくるってこうロールに丸めちゃえばもう収納も楽ちんだし、そうですね、場所を取らないアイテムです。で、今回ちょっと私たちがこだわったのは、やっぱりイラストとしてはなるべく可愛らしく、気持ちが華やかになるようなカラフルでポップな野菜の世界、ごっこ遊びがもうウキウキするような、そういう色合いを使いたいなっていうところが1点と、もう1つは飾っておいてもなんか可愛いなって言って眺めてられるなみたいな、家に置いといてもかけててもいいなって思えるような、お母さんたちもおしゃれ可愛いって思ってもらえるようなものを作りたいねっていう話をしていました。で、かといっておしゃれに寄りすぎない、子供にも寄り添って子供が使いやすいものにしたいっていう、そこの両立を考えた商品になってます。今撮影しているのが日付としては12月1日の今日からなんですけど、
これを配信してるのはおそらく明日だと思うので昨日12月1日から発売されています。ややこしくてすいません。12月1日から、発売は開始されています。ストアーズでアルコっていうお店を、開設してありますので、これは私の大学の同期の一緒にやってきたアコちゃんのオリジナルブランドです。で、今後もアルコでは、他のクリエイターさんたちと一緒に、商品作りをしていくっていうコンセプトで企画を一緒に練っていって、こう世に商品をどんどん送り出していこうっていう、そういう、まあ、プロダクトの雑貨屋さんに、オンラインの雑貨屋さんになっていく予定だそうなんですけど、それの第一弾ということで、現在はこの1商品しかありません。もうそんなね、記念すべき第一弾に選んでいただいてとっても嬉しいです。そしてこんな素晴らしいアイデアを考えたあこちゃん、拍手です、本当に。で、それがね、予約販売っていう形なんですけど、一応購入できるのは12月の18日まで。で、12月の18日で一旦締め切りにして、なぜかというとクリスマスプレゼントに間に合わせるためですなんでぜひクリスマスプレゼントにおすすめですよ。意外と床に敷いても可愛いんですよね。床に敷いてその上を赤ちゃんがハイハイしながら、その野菜を手でなぞっていくみたいなことをモニターさんになっていただいたお母さんたちは、実際に使ってみて、すごい、なんか赤ちゃんも楽しめるっていうご意見をいただいていて、これはいいやんっていう話で、意外と赤ちゃんにもおすすめということが発覚したので、出産祝いにももちろんおすすめです。まあね、ごっこ遊びの対象年齢自体はやっぱり幼稚園までの子たちがメインになってくるのかなと思うんですけど、私はごっこ遊び結構大きくなっても好きだったから思うんですけど、でもそうですね、小さいお子さんのいる家庭には特におすすめしたいなと思います。で、販売サイトのリンクは、YouTube の概要欄の方に貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。数量にもね、限りがあると思いますので、ぜひこの機会によろしくお願いします。まあ、ということで、ちょっと長々と私ももう少し端的にね、もう自分の宣伝なんだから話せればよかったんですけど、ちょっとグダグダと話してしまいました。この機会にちょっとイラストレーターっていう話の流れで自己紹介をしたいなと思っています。有吉かな子と申します。私が、一応ひらがな表記で最近使ってるんですけど、漢字表記の時もあるんですが、基本ひらがな表記で有吉かな子っていう風にしているのは、ちょっといろいろわけがあって、なんか子供の時に私漫画家になりたくって、漫画家になった時のペンネームを考えた時に、私すごい好きな漫画家さんがいたんですよ。小学校4年生の時に大好きだったのがビューティーポップの作者の荒井清子先生。私ビューティーポップっていう漫画が大好きで、で、荒井清子先生の代表作って他にもあるんですけど、ビューティーポップめっちゃ好きだったんですね。で、荒井清子先生のそのペンネームは全部ひらがなだったんですよ。で、あ、こりゃいいと思って、私も有吉かな子ってひらがなにしようって作家になったらって漫画家になったらって決めてたのを、今こうやってちょっと何かものづくりをする仕事をしているので、なんとなくひらがなの状態で使っているっていう感じ。プラスあと私三浦純がめっちゃ好きで、荒井清子先生とかって先生つけて呼ぶくせに三浦純は三浦純なの三浦純のもう本とかめっちゃいっぱい持ってるんですよ。でもなんかラジオもめっちゃ食べてない、ラジオもめっちゃ聞いてたし、私はそこにもう両方にシンパシーを感じて、それで有吉かな子でひらがなで使ってます。めっちゃどうでもいいでしょ
とはいえ別にそんなにキャリアが長いわけではなくてですね、もう全然言ったら駆け出しの駆け出しの駆け出しの駆け出しみたいな状態です。一応フリーランスになってからは、3年目くらいですかね、なんか本格的にちょっとやりだしたの2年半か3年くらいですね3年も経ってないかもしれないです。なんかすごいニートみたいな感じだった時があるので、はい。で、私の簡単な経歴からお話ししますと、出身は埼玉県出身です。埼玉県の飯能市というところで生まれ育ちました。東京の人だったらちょっと聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、西武池袋線から、飯能行きっていうのが、出てますよね、はいかといって行ったことがないっていう人が多い、もう僻地です。でそこから私はさらに、西武秩父線に乗り換えて、さらに奥の奥の奥に行った山あいの中にお家がありましたので、そこで生まれ育ちました。そして、そんなダラダラ話してもしょうがないんですけど、高校は埼玉県のところに行くんですが、家族が一家で移住をしようっていう話になりまして、私美術科の高校に行ってたんですが、そこから家族で四国の徳島県に急に引っ越すことになります。そこでもあの美術科の高校に編入をしまして、で、油絵を専攻していました。とにかく絵描ければいいやっていう感じでやってたんですけど、まあ、実際大学受験する場合そういうわけにもいかなくって、ね、大学にそこから受験をすることになりました。京都市立芸術大学っていう京都の芸大に入って版画の勉強をします。で、大学時代はラグビー部のマネージャーをしていました。芸大のラグビー部なんで、あのそんなもうゴリゴリマッチョみたいな人たちがいるわけじゃないんですけど、でもそれでもちゃんと真面目にやってる部活動だったので、なんだかんだ毎日毎日練習に参加して、水汲みやら、掃除やらいろいろやってました、でもなんかそこで本当に今もずっと仲良く続いてるメンバーって本当にラグビー部の人たちで、未だに連絡を取り合うし、仲のいい大切なお友達がラグビー部でたくさんできました。前に私がチェコにね、友達が、大学の友達が住んでるよって言ってプラハに行った時に、プラハに住んでる友達と落ち合って、一緒に街を回ったりとかしてる動画があると思うんですけど、そこに登場する友達もラグビー部の仲間でしたそういうわけで、大学生活はとっても楽しくて謳歌して卒業しました。で、版画もね、木版画専攻だったんですけど、結構真面目に、一生懸命作品を作っていました。で、卒業した後どうしようってずっと悩んでたんですけど、私はなんか日本ってすごい素敵な地域がたくさんあるのに、私なんか一生同じところに住むなんてやだなって思ってたんですよ。もっといいところたくさんあるだろうなっていうので思いついたのが、地域おこし協力隊っていう制度を利用して、愛媛県今治市の博多島っていう小さい町に行くっていう一つのアイディアが自分の中に急にポンって出てきまして、移住というか、まあ、新卒で島に一人で乗り込みましてですね、乗り込みましてというか普通に引っ越しましてですね、で、地域おこし協力隊として市に雇っていただいて、私はすごいその島のことをすぐに大好きになったので、なんか島の PR 活動とか、なんかもっと島をね盛り上げて認知してもらってっていうことに協力したいなって思って、私ができることって本当に子供の時から絵を描くことだけが私の取り柄なので、だから、まあ、絵を描いて何かしようって思って、そこからちょっと自分で独学でデザインとか始めて、で自分のイラストを使ったデザインっていうのを
取り入れて使い始めました。で、まあ、そうやってやりながら自分でイベントを起こすと、自分でポスターとかも作って、で、子供たち呼んでお絵描きのワークショップをしたり、なんかこうアート系のイベントをバンバンやってましたね。最終的には島のガイドマップとか作ったり、まあ、いろいろやったんですけども、協力隊の任期って3年までなんですけど、その3年目にして私の母が癌で亡くなりまして、本当に癌の告知からがもう1ヶ月とかだったんですよ。で、もうその時は頭が真っ白で、で、癌の告知があったって言って、母親が、まあ、ステージ4のが癌だったって言って電話をかけてきた時、未だに覚えてるんですけど、私島のドラッグストアでの駐車場で買い物しようと思ったところで電話かかってきて、もう大泣きする母親から電話かかってきたの今でも覚えてるんですけど、はい。で、そこから私慌てて埼玉に帰って、で、まあいろいろあって、その時は母だけ一人で埼玉に住んでたんですけど まあ簡単に言うと別れてたので、親が。で、私は埼玉に行くんですけど、もう本当にあっという間に亡くなってしまって、どん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 弱っていって、最後は血栓が脳に飛んで、脳梗塞を起こしてしまって、そこから本当1週間とかだったんですけど、最後はお家で看取るっていうことができたっていう、私の中では、まあ、まあ、いろいろ心残りはありますけど、やれるところまではやったかなっていう。で、私も一人っ子なので、まあ、かなりその時はあまりにもヘビーな出来事で、で、親も別れてましたから、まあ、親戚だとかにいっぱい手伝ってもらってっていうことだったんですけど、まあ、とても、そこから私とても大変なモードに 入りました。で、まあ、母が亡くなって、その後も協力隊の任期はしばらく残ってたんですけど、最後まで島に、お葬式の後、直後島に戻って、そこからずっと島で、お仕事を続けて、で、2020年の春、ちょうどコロナが広がり始めた頃に、ちょうど協力隊の任期が終わったので、いろいろ母の、身辺整理とかままならないところがあったので、一旦埼玉に帰りますということで まさかまさかの埼玉にまた舞い戻ることになりました。で、そこからがね、ちょっと私本当なんか クソみたいな なんかもう本当に結構、まあ、でも精神的にも辛かったっていうのもあるんですけど、それはまあ言い訳だよねって後から考えたら思うんですけど、まあ、でもちょっと結構大変で、私の母の姉であるおばに、もうおばのお家で甘えさせてもらって、なんだかずるずると働かずに母親の身辺整理があるからという、それを口実になんかのらりくらりと、たまに夜にしくしく泣いてみたりとかしながら 1年くらい過ごしてましたね。で、そこからまあ埼玉でもアルバイト先を見つけて、ようやく、なんかせっかく今までコツコツ自分でデザインとかもやってきたし、なんか絵も描けるから、こういう自分の特技を生かしてお仕事できるようになりたいなっていうので、フリーランスでできるかなーって感じでアルバイトとしながら始めたっていうのが、まあ、今のこの状態のにつながってくるんですけど で、その時に埼玉でも自分で部屋を借りて、もうおばのところではね、長居して、でも本当にごくつぶしになってたので、もうありがとうございましたっていうことで離れて、母の実家の近くに部屋を借りまして、で、そうですね、なぜハンガリーに来たのか 自分でも全然考えてなかったんですけど、まあ、なんか私も自分で部屋を借りて埼玉で暮らし始めたら、
なんかすごいね、あの空気が良くなって、あ、ようやくなんか私自分がだんだん戻ってきたなっていう感じがしたんですよ。あ、ようやく私こう復活の兆しみたいな、すごいこう私のエネルギーが返ってきたっていう感覚があって、これはいけるっていう感じだったんですけど、ちょうどその時にあの彼氏ができまして、私本当それまでろくに全然恋愛っていうのをちゃんとしてなかったんですね。ちゃんとしてなかったっていうか、ちゃんとできなかったっていうのかわかんないですけど、だからなんか別に全然海外とかって全然考えてなかったんですけど、それまではちょっと頭の片隅にはあったんですよ。やっぱり私なんかここ行きたいから、ここ住みたいからここ行きたいみたいな、ここで仕事したいとか、ここ住みたいからこの大学で勉強したいとか、京都の大学選んだのも京都に住んでみたいっていうすごい憧れがあったからだったので、なんかちょっとそういうところがあるんですよね。なんかここ住んでみたいと思ったら行ってみないと、もうしょうが仕方がなくなるっていうか、なんかやりたい仕事があるからじゃあ東京でとかっていう風には多分ならないタイプだからちょっと海外行きたいなっていうのはずっと昔からあったんですけど、なかなかそういうチャンスもなくて、でなんか彼氏もできちゃったもんだから30手前にして、あ、これはなんかこのままなんかここにいるのかなみたいな、関東近辺あたりで私人生を過ごしていくのかなとかって、なんかすごい遠い目でいろいろ物思いにふけてたりしてたんですけど、でもね、あのそういううまいこともいかず、なんかある時ちょっとあの彼となんか喧嘩したわけじゃないんだけど、なんかギスギスギスってなった時に、あ、なんかやっぱ私やりたいこといろいろあるなっていうのを思い出したんですよねなんかそれまではなんか私この人いるしここに住んだ方がいいみたいな、なんかこのようやく今までなんか場所でやりたいことを決めたりとかしてた思考から離れてたところだったんですよ。なんか彼がいるからみたいな、大好きだしみたいなだったんですけど、なんかそれってなんか自分の人生なのかよみたいな、急にハードボイルドモードに切り替わってしまって、なんかこの人基準、他人とかって人の基準にして、なんか自分がそれに寄りかかるようにしていたら後で絶対後悔するじゃんって、なんかあった時にねって思い始めて、でそのギスギスギスってなったその日の夜に、あのたまたまテレビで見たハンガリーの街並みを見て、かもみたいな、あそこかもみたいな、行かなきゃいけないかもみたいななんか降りてきたんですなんかここかもってなぜか思ったんですよ。で別にそれ、そのなんかテレビ番組もハンガリーだけの特集じゃなくて、なんか世界の美しいなんか列車旅みたいな感じのもので、私別に電車マニアでもないし、なんかあのそんなにこう普段だったらそんなに流し見程度にしてた番組だと思うんですけど、なんかその中のいろんな国が映ってた中でもハンガリーはね、多分ね、あの1号線有名な地下鉄1号線の映像が使われてたりとかで、ブダペストの美しい街並みがこうなんか映し出されてて、そんなに凝ったあれじゃったわけじゃないんですけど、すっごいその時私になんかグサって刺さって、なんかハンガリーいいかもみたいな感じになったんですよねで、あのなんか本当に直感でハンガリーワーホリって調べたら、ワーホリあるじゃんみたいな、2018年からワーホリやってんじゃんみたいな感じで、そっからはもうワーホリに行きますって彼に言って、でその時彼はあ、いいじゃんいいじゃんって言ってたんですけど、まあ、結局私がまああの春に出発しますっていう話がこうリアリティを帯びてきた時にお別れすることになりました。まあ振られました。あ、なるほどね、まあしょうがないよね冷静に考えればっていう感じで、今考えればね全てが OK って感じなんですけど、
まあ、当時はそういう理由があってなんとなくハンガリーに飛び込むことになりました。なんとなくもあるし、ヨーロッパってすごい憧れがある場所だったし、旅行も行ってみたかったけど、まあ、旅行行くにもすごい高いし、しかも生活するとなったら物価がくっそ高いっていうイメージがあったんですよごめんなさい、口が悪くて。バッカ高いっていうイメージがあったんですよただそれがハンガリーは日本よりも安いと、そういう情報を得ていましたので、それで来ました。来たらどうでしょう、蓋を開けてみたら日本と全然物価変わんないじゃんっていう感じでしたはい、まあ、そういったことで、まあ、なんかもう白熱してどんどん喋っちゃうんですけど、まあ、それが今までの私のヒストリーです。そういういろいろありまして、今もイラストとデザインの仕事をもう細々とですけど続けております。もしね、見ている方の中にイラスト描いてほしいなとか、デザインやってほしいなとかっていう、そういうねお話がありましたら、ぜひとも私のインスタグラムの DM の方によろしくお願いします。概要欄の方にリンクが貼っておりますのでよろしくお願いします。はいそんなわけで、鼻声でもうちょっと病み上がりの状態で大慌てで撮っているんですけども、一応今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。はい、というわけで今日も長々と私のお話を聞いていただいてありがとうございました。また、次の動画はね、いつも通りどっか外にお出かけする動画になるかなって思うんですけど、次回の動画もぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走って行け Train Train どこまでも Train Train 走って行け。